国鉄 ED12 系電気機関車は日本国有鉄道の前身である鉄道省が1923年に輸入した直流用電気機関車である ED12 系形式図東海道本線電化用としてスイスのブラウン・ボベリシュリーレンの二社合同により2両が製造された当初は1 2 0形成20.1021 20. と呼称したが1928年10月の 車両形式称号規定改正により ED12 系 e d 1 2 1 e d 1 2に形式番号が改められた。箱型車体の前後に二軸ボギー式台車と一体のデッキを有する。つま面は3枚窓構成で、この内向かって左側の1枚分が乗務員で入り口となっており、中央と右の2枚分の総加内側には一体のケーシングに覆われた操作宅が設置され、 これに大型のドラムを備える主管制御器やブレーキ弁、それに L 字状のハンドルを備える手ブレーキ装置などが内蔵されている。構造的には、牽引力伝達を台車同士の連結と台車端張りに装着された連結器で行う設計であり、車体には基本的に牽引力が伝わらない。台枠は蛍光組み立てによる軽量構造台枠で、 車体とその搭載機器を支持するのみであるため、車体が、牽引力を負担する構造をとる ED54 型などと比較して、華奢な印象となっている。車体形状は箱型であるが、運転台側窓の全部で絞ってあり、平面図で見た場合の車体形状は大枠を含めて、一般的な長方形ではなく、四辺の角を面取りした八角形となっている。竣工の段階では、 つま面と側面を結ぶ、面取り部に相当する壁面は、すべて窓を持たず、運転台側の壁面内部には、電流計や電圧計、それに自動空気ブレーキ用の圧力計といった、軽器類が取り付けられていた。側面には、窓が並ぶが、主電動機は、送風機による強制冷却、抵抗機は、屋根上通風機からの吸気により放熱を行うため、 心臓時の側面には通風用のルーバーは一切設けられておらず、機器室部分には機器保守や点検時の瓶を測って最高用のガラス窓を等間隔に7箇所設置してあった。前後の運転台を結ぶ通路は車体中央に設けられており、こちらも左右に振り分けて搭載された主要機器の保守や点検、それに応急修理が容易となるように配慮されている。また、 屋根板は前後部がデッキ前端近くまで長く突き出して、ひさしとなっており、心臓時の前小灯はそのひさしの前円に中心が重なるようにさらに突き出して一を取り付けられ、標識灯は二灯がデッキの端両上部左右に振り分けて取り付けられている。なお、心臓時の連結器は連管式連結器であったが、これは後に、鉄道小正式の柴田式自動連結器に、 交換されている。発注時の鉄道商船の電化状況から直流600、1200、1 5 0 0の3電圧に対応する副電圧対応車として設計されていたことが本形式の大きな特徴の一つである。主電動機は6極直巻式の電車系直流整粒子式電動機である BBC 車星 g d t m 五六二十二を 格闘軸に吊り掛け式に相加する。本形式は計画当時日本の鉄道省が採用していた、あるいは採用を計画していた全ての河川電圧に対応するが、主電動機の定格性能が600、1200V 時と 1500V 時で異なっており、その走行特性も異なる。動力を電動機から動輪に伝達する歯車は、歯を斜めに切った、ハスハ歯,歯車を採用しており、 通常の電気機関車は片側のみの歯車で動力を伝達するが本形式では両側で動力を伝達している。そのため台車の歯車間のスペースが狭く実機回路容量を確保する必要から電動機の直径が大きいため動輪計を 1400mm として電動機を収めている。この GDTM-75-6-22 は 両端に歯車を備える構造をゆえに、電動機軸に送風ファンを接続する自己送風式と、することが難しく、電動発電機と同一の電動機より継ぎ手で、駆動される送風機より送られる風で、主電動機を強制冷却する機構を備える。18組のカムスイッチを組み合わせた、電動カム軸式制御機を2組、同軸で接続された大型のサーボモーター1台を、 パイロットモーターとして一括駆動する設計で、直列8段、並列4段、弱め階、G1 段の合計13段の主管制御機が合わし例に対応する。この制御機は総括制御に対応しており、心臓時にはジャンパ線も端張りに実装されていた。制御電源電圧は直流 110V、蓄電池は持たず、副電圧設計の電動発電機からの給電により、 動作する設定である。また、本形式は前述の通り3電圧対応となっており、主回路構成は、河川電圧1 5 0 0ト動作を基本として、1 2 0 0トには抵抗器への短絡あたりの挿入による、抵抗値の引き下げや各部回路構成のつなぎ替えを行い、さらに6 0 0トには1 2 0 0ト時の変更に、加えて、主電動機の磁気並列切り替えを行うことで、 それぞれ対応する設定である。抵抗器は中鉄製素子によるグリッド抵抗を使用し、屋根上通風機より導入された空気による自然放熱式を採用している。SWS 製の代車当時のヨーロッパ製機関車としては一般的な薄い板材を組み合わせたリベット組み立てによる板台枠台車を備える。軸箱支持は重ね板バネとペデスタルを使用する。 軸バネ式で、各軸には空転時に三砂するための砂箱を個別に備えている。ほか、連結器の装着されている、側の端張り寄りに乗降、入れ替え時に用いるフロントデッキが固定されている。なお、本形式は、台車間を中間連結器で連結し、牽引力を車体に伝達しない構造であるため、わずかであるが、一方の台車の心をざらぶの前後道を許容する、設計となっている。 終電装置としては、皮脂枠型のパンタグラフを2機搭載する。パンタグラフは、終電船が1本であることが特徴である。架線の高さによる押し上げ力の変化が少なく、架線追従性能が高いため、1本で十分とされたという。当時の鉄道省が機関車用として、標準採用していたウェスティングハウスエアブレーキ車製 L14 ブレーキ弁による、 自動空気ブレーキと手ブレーキを搭載する。空気圧は車載の副電圧対応空気圧縮機群より供給され、一旦屋根状のパンタグラフ間に設置された大型の空気タンクに蓄圧したものを使用する。性能面では不具合はなく、打線に転属することなく、国鉄で戦後まで運用されたが、1949年に2両とも西武鉄道に上とされた。本形式は、 電動機をはじめとする搭載電気機器が、スイス製機関車の通例に漏れず非常に優秀な、性能で高評価を得た。もっとも、その反面精緻な作りで保守にも高精度が要求され、特に駆動装置の歯車は、研磨に専用の旋盤が必要となるため、その煩雑さが嫌われたという説がある。西武鉄道 E52 当初、 形式称号及び車号が51系51.52とされたが、後に E51 系 E51.52 に改められた。また時長が重かったことや使い勝手の悪さを改善する目的で以下の改造工事が施行された。当初は新宿線へ配置されたが、後に池袋線、国分寺線などで貨物列車牽引に充当された。 セメント輸送以外の貨物列車廃止後は、工事列車、新車輸送などの事業用となった。E51 が、臨時区の損傷により1976年、E52 が、老朽化と E31 系の申請により1987年に、それぞれ廃車されている。このうち、先に廃車となった E51 は、小手差し車両管理所にて長期間保管後に解体された。 E52 が横瀬車両基地にて整備の上で生体保存されている。ありがとうございます。